の遅れてくると思うんで、そうですよね、まずちょっとガツガツいってほしいですね、はい、ね、はい、なんでここからね、しっかりこうロシア人でプレーするっていうのはすごい大事ですね、うん、さあ、のっけからワールドカップ甘くないぞ、ビッグタックル、堀井ですか、赤いヘッドキャップのベドトコ、さあリーダー堀江が帰ってきています。裏へのキック、ガツガツ動じるんですね、そうですね、姫野です、さあ姫野がボールを持ってここまで運んだ、これは寝たまま手を離しました、逆サイド移動してきた、内側でタッチ出させてもかなりプレッシャーかけた位置になります、プレッシャーかけた、入れろ、キックですか、キック、あー、だってきた、さあ、改めてここでラインアウトができるわけですか、そうです、そうです、なんかあそこもね、もう不要意な反則いらないんで、うん、まあ、ここからまたマイボールで攻めることできるんだから、焦んなくていいんで、いいですね、さあ、ジャパン最初のラインアウトになります、フェース重ねたから、そうですよ、アドバンテージをロシア側に見ています、レフリーのライデル・オーエンズ、うん、ジャパン立ち上がりから思い通りに行きません、ロシアはですね、この7フェーズ以上攻撃されたこうフェースを重ねられたトライって全体の 46% 半分ぐらいそうなんですよ、そうです、ね、なんでなるべくこう、ね、このエリアに入ったらしっかりこうフェース重ねて相手を崩すっていうところが、ね、キーになっていると思います、あの8月のイタリア戦もそうでしたね、はい、そしてこの1番が村上さん強いんですね、モロゾフ、そうですね、もうサイズもありますし、はい、まあ、この中では非常にこう世界的に活躍している選手の一人ですね、まあ、イングランドのセールシャークスで出てきてですね、1番ですね、この人は2番、内側の選手60センチ115キロありますよね、はい、手前側の選手です、1番モロゾフ、明日25歳の誕生日を迎える1番バレリー・モロゾフ、さあスクラムです、スクラムしっかりしてますね、でしたね、村上さん昨日話してましたよね、そうですね、日本のことはもうずっと研究してきたと、だから弱いところも知ってると、だからあの思い切って戦うと言ってましたけどね、スクラムの自信持ってるっていうコメントでしたね昨日、さあ、ここはキャッチです、松島、素晴らしい切れ味です、リーチが押し込んでキープ、流れ、目の前ディフェンス、これも連続攻撃してほしいですね、まさにフェーズを重ねたいジャパン、これね、裏が空いてるんですよ、まさに見えていたか、裏を取りました、これは帰りましたね、14番ダビドフ、そうですね、早いうちにちょっと同点に早くしたいですよね、はい、スペースは、ね、たくさんあるんで、うん、今のところこれもいいキックなんで、はい、誰でもミスしたボールをやっぱもう少し大事に大事にいかないと思います、うん、さあ日本ボールが聞こえてきます、そのスタンドにボールを蹴り入れます、ラインアウトからです、さあ、さあ、ここもフェーズ重ねていいと、ここはね、もうね、ボールで取り切ってほしいですよね、あ、なるほど、なるほど、ナイスショーでした、ボールを見合わせました、足が離した、リーチマイケルだ、2人目、しっかりめくっていきます、12番のラムラが今ここはもう我慢ですね、うん、我慢して、フェーズをしっかり重ねると、はい、一旦離して、ボールは逆サイド、アビースラブスカフリーが焦んなくていい、うん、じっくりじっくりいっていい、
後ろ通しましたね。だからフラットのパスだ。おし、バッティングで